おはよう、ジョ君。君たちはね、朝ごはんにね、何を食べるのかな。まあ、ご飯派の人とパン派の人に分かれると思うんだけれども、まあ、俺はあんまりこう、パンが好きじゃないので、まあ、ご飯派ですけれどもね。まあね、君たちね、おかずには何を食うのかな、朝から。鮭食ったりすんのかな。まあね、俺はね、結構ね、朝ごはんでね、まあ、ご飯を食べるときはね、缶詰を食う。でね、まあ、君たちの中でね、こう、サバの缶詰、サバの水煮っていうね、まあ、俗に言うこういうもんよ。わかる？この、サバの水煮を食ったっていう、まあ、やからはね、まあ、この動画を見てる大多数が食ったことあるんじゃないかなと思うんだけれども、まあね、このね、サバの缶詰っていうのをね、まあ、食べたことがあるよっていうやからがね、まあ、この動画を見てる中に何人いるのかわからないけれども、俺はね、こう、サバの缶詰って、あんまりこう、なんていうかな、パサパサしてて、俺はそんなに好きでない。うん。でもね、このサンマのね、水煮はね、もうこう、サンマに油が乗ってて、美味しい。まあ、これは結構108円ぐらいのね、まあ100円ローソンで買ったんだからね、うん、108円なんだけれども、最近ね、このサンマの水煮がね、消えてきています。消えてきていますっていうか、まあ俺の周りでね、こう、あんまりこう、販売されなくなってきてるって、まあ例えばコストコに行って買ってきてもらうとか、まあいろいろあるんやけれどもね、サンマの水煮はね、もうもしかしたらね、消えちゃうかもしれない。だからね、まあ君たちね、この動画見てる君たちはね、まあ、できれば、サンマの水煮が、まあ、僕私は好きだよって人は、まあ、それは何も言わないけれども、一回ね、このサンマのね、水煮っていうのをね、食べてもらいたいなと。これマジでね、これ俺は、これ本当に好きだから、こう、まあ、俺のね、この好きな食べ物をこう、君たち、パンピーにね、まあ、分け与えてあげようかと、この美味しいという思いをこう共有し合おうじゃないかという意味でね、サンマの水煮、見かけたらどうぞ買ってみてください。ほんじゃ、またな。